しい町、まるで海の上に町が一つ浮かんでいるようですわ。ここが貿易で有名なダーハルーネの町か。たくさんの金持ちや商人が行き交う世界で一番でかい港町らしいぜ。ふーん、ってそんな町で自分の船を持ってるシルビアさんってもしかしてすごい人なんじゃ。ベロニカちゃん、余計な詮索は野暮ってものよ。私の船ちゃんは町の南西にあるドックの中でお休みしているの。さあみんな行きましょう。もう聞いて、この男の子が意地悪して私をドックに入れてくれないのよ。違います。もうすぐ町でコンテストが開かれるので、今ドックは閉鎖中なんです。ここまで来てなんだそりゃ。つまりそのコンテストとやらが終わるまでここは開けられないってことか。はい、申し訳ありません。海の男コンテストはこの町にとってとても大事な伝統行事でして。海の男コンテストですって？何その乙女心をくすぐる響き。ねえ、詳しく教えてくれない？海の男コンテストとは、波のように荒々しく、空のように爽やかで、海のように深みを持つ、その三拍子が揃った男を決めるものです。なのでこの時期になると、美しい肉体美を誇るたくましい男や潮風の似合う美男子が続々とこの町に集まってくるんですよ。やだ、なんだか面白そうじゃない？それならこの町で少し休んで海の男コンテストを見てから出発しましょう。そうそう、ベロニカちゃんとセーニャちゃん、この町のお店には世界中から集まる素敵なお洋服やスイーツが売ってるの。まだ時間があるみたいだし、女だけでショッピングやスイーツ巡りをしてコンテストを待つことにしましょう。海の男コンテストには興味ないけど、ショッピングは面白そうね。私、新しい靴が欲しいところだったの。おい、ちょっと待てよ。俺たちは虹色の枝を探しに来たんだぜ。遊んでる時間なんてねえだろ。神様、ごめんなさい。私、甘いものには目がないんです。スイーツ買い物、ドッグン。まったく、あの女3人組はどうしようもねえな。なあ、俺たちは急いでるんだよ。このドックを開けてもらえると助かるんだが、コンテストの責任者は一体誰なんだ？それはもちろん、このダーハルーネの町をわずか1台でここまで発展させた町長のラハディオさんですよ。どんな相手でも優しく接してくれる人格者ですし、会ってみるといいでしょう。町の北東にあるお屋敷にいるはずですから。よし、ここの町長に会ってドックを開けてもらうよう直接掛け合ってみようぜ。ここが町長の家で間違いなさそうだな。よし、行くぞ。はい、いらっしゃいませ。どちら様でしょうか？あんたがラハディオさん？少し頼みたいことがあるんだ。ええ、私が町長のラハディオです。一体どういうご用？あんたたちと話すことは何もない。さっさと消えてくれ。え？おい、ちょっと！なんだよ、全然取り合ってくれないな。あれのどこが優しい人なんだ？というか、あの町長、お前を見て妙な顔してたよな。まさかお尋ね者なのがバレたか？
あ、お二人ともこちらにいらしたんですね。実はちょっと困ったことがあって、お姉様が大変なんです。すみませんが、助けていただけますか？はぁ、まったく、あのチビちゃんは世話が焼けるな。しょうがない、船は出せそうにないし、行ってやろうぜ。うん、ちょっと返しなさいよ、私の杖。あんたみたいな子供がこのベロニカ様の杖を使おうなんて、100年早いわよ。お前だってガキじゃねえか。ちょっと借りるだけだって言ってるだろ。なあ、こいつは何があったんだ？道を歩いていたら、いきなりあの男の子がお姉様の杖をひったくって、やっとここまで追いかけてきたんです。ほらよ、もう盗まれたりすんじゃねえぞ。ねえ、あんた、私の杖を盗んでどうするつもりだったの？売っても大した値にはならないわよ。なんだお前。もうしょうがねえな。いや、ヒム、俺が説明するから無理すんな。俺はラットで、こいつはダチのヤヒム。こいつはこの町の町長ラハディオさんの一人息子なんだ。こいつとはよく一緒に遊んでたんだけど、数日前に声が出なくなっちまって、何があったのか聞いてもわからなくてさ。それで魔法使いの杖でも使えば、魔法の力でこいつの喉を治してやれるかもしれないと思ったんだよ。そういう事情ならしょうがないか。それより声が出なくなったっていうヤヒムって子の方が放っておけないわね。どうやら喉にとても強力な呪いがかかってるようですわ。誰がこんなひどいことを。さえずりの蜜という魔法の蜜があれば呪いは解けると思いますが、それを作るには清き泉に湧く神聖な水が必要ですわ。あ、清き泉の水、そいつが手に入ればヤヒムを助けられるのか。それなら俺聞いたことあるよ。この町から西の方に川を遡っていくと、霊水の洞窟ってところがあってさ、奥にすっごく綺麗な泉があるらしいぜ。なあお兄ちゃん、お姉ちゃん、俺とヤヒムは小さい時からずっと兄弟みたいに仲良くしてきたんだ。泥棒をしておいてなんだけどさ、喋れないこいつからの頼みだと思って、ヤヒムの声を取り戻してやってくれないか。ありがとうお兄ちゃん、お姉ちゃん。西の洞窟にある清き泉の水でさえずりの蜜を作って持ってきてくれよな。